保険改正のお話ですが、この前プリント配って予防給付が外れると、いや全国一律の予防給付要支援者が外れるという話をしました。で、今日裏側ですね、介護予防事業、これ要支援者の介護予防と、地域包括で取り組んでいる介護予防事業もややこしいんですけども、もういずれすっきりすると思います。介護予防といういわゆる予防重視という考え方が導入されたのが、2006年、今から7年ぐらい前かな。で、介護保険、2000年に蓋を開けてみるとですね、要支援者とか要介護1、いわゆる軽度者が大幅に増加してきたと。で、軽度者が結構これ保険料を送っていきますと、税金もそうですけども。で、原因を見るとですね、体が動かないことによる心身機能の低下ということで、ここをなんとかしないといけませんと、重度化を予防するようにしないといけませんということで、大きな改革があってですね、地域包括支援センターができたりとかいうこと、予防事業に力を入れようということで始まったわけです。介護予防事業というのがですね、市町村に義務付けられたと。で、要介護状態等でない高齢者に対して心身機能や生活機能の低下の予防または悪化の防止のために必要な事業を各市町村がやりますと。で、介護給付見込み額の 2% 以内の額でやりますと。将来これに要支援者の事業が加わって、総事業費4100億円ということになる。今のところそうですね。で、予防事業どういうふうな、今は一次予防二次予防と言ってますけども、以前は一般高齢者施策、特定高齢者施策ということで、私どもに関係するというか身近なのは、いわゆる特定高齢者、特定高齢者とか特定とか呼んでますけどね。これは、この事業内容でいう通所型の介護予防事業で、運動機の機能向上、筋力強化とか向上とかいうことで、市が、いろんな事業所に委託してやってる事業に参加してる人が、何人かここにも来られてると。で、この人が特定で、この人が要支援で、この人が要介護って、今区別はないんですけども、いずれ区別していかないといけないと思いますが、ここでの過ごし方はほとんどあまり変わらないような、過ごし方をされてると思います。私その方がいいなとは思ってるんですけども、一般高齢者施策、特定高齢者施策、今一次予防二次予防と言ってますけども、こういう分け方でやってきた事業がですね、どうも、うまくいってないと、効果を発揮してないということが明らかになってきてます。で、介護予防の全体像ということで、右上に図がありますけども、はっきり言ってややこしいと。地域包括支援センターがいわゆる要支援の認定を受けた方の予防給付もやってるし、一方認定は受けなかった方とか、いわゆる基本チェックリストで引っかかった特定高齢者の二次予防事業もやるとかですね、一次予防もやってるのかな、天野さんやってますよね、この地域のいうことでやってるんですけども、とてもこの縦割り区分けがややこしいと。ややこしいまま やってみたけども、どうも成果が上がってないということがはっきりしてきましたということで、左上の介護予防事業を見直そうということです。で、現状と課題、ちょっと読んでいきます。3点ほどありまして、3点に対して、厚労省の頭のいい官僚はですね、こうしたらいいんじゃないかということを審議会に提案してきてるわけですね。で、まず1点目がですね、その18年に創設した介護予防事業なんだけども、いろいろな取り組みが実施されてきて、結果が出たと。結果は何かというとですね、要介護や要支援の出現率なんですね。
一部の市町村からは全国の推移と比較して、8日後認定率の伸びの抑制の効果が示されている。また地域組織への社会参加の割合が高い地域ほど転倒や認知症やうつのリスクが低い傾向が見られると。要するに、元気な高齢者の社会参加の割合を高めていく試みというのが結果として介護予防につながっているという、まあ普通考えたら当たり前なんですけどね、いうことが出てきたというのが1点目ですね。で、2点目は、どうも拾いきれてないと言いますかね、二次予防、特定高齢者の参加目標が高齢人口 5% 目標としてきたんだけども、今のやり方、これまでのやり方では 0.8% しか、ないと、非常に低調であると、いわゆるハイリスクの方をきちっと拾いきれてないと。で、一部の市町村では一次予防の事業を主体として、住民運営の体操の集い、あとで総社市の事例が出てきますけれども、体操の集いなどの活動を地域に展開し、元気な高齢者と二次予防事業対象者を分け隔てなく、人と人とのつながりを通じて活動が広がるような地域づくりを実践することで、より多くの二次予防対象者の参加を実現していると。これは私どもの、2015年4月以降の通所の運営にもですね、とてもヒントになる。元気な高齢者と、あなたは養子縁だからこっち行きなさい、あなたは特定だからこっち行きなさいというふうなですね、いわゆる、認定の度合い、レベルの度合いで、分けてしまうような運営じゃダメだということが、厚労省のお役人さんも言い出したということですね。で、基本は地域づくりだと、人と人とのつながりを通じて活動が広がるような地域づくりをきちっとしないといけない、そういう地域づくりができているところは結果として、認定の出現率も低いと、介護予防が実現できているということがデータとして表れてきているということですね。で、3点目、自立支援に効果の高い支援の手法をですね、明らかにするという観点でモデル事業をやりましたと。で、その中で、リハビリテーション専門職が行政の中にもたくさん入ってきてますので、そういう方の力を生かすということが非常に効果が上がるということが見えてきたということ、3点ありまして、で、これに対してね、こうすればいいというふうなことを次の論点ということで、これで審議会、審議の委員の皆さん考えてねということだと思いますけれども、1点目についてはですね、結論から言えば見える化をしようと。いうことです。で、これは各市町村、各保健者の要介護認定率の伸び、要介護認定率の伸びの抑制効果というのがね、数字で出てきますので、どこが積極的に取り組んで成果が出てるか、どこが出てないかというのはですね、もう地域の格差として出てきてます。保険料の高い低いも出てきてますけどね。で、倉敷市はどうなのかよく分かりませんが、データはあります。全国都道府県市町村日常生活圏域別の特徴や課題取り組み等を客観的かつ容易に把握できるように、この情報を見える化を推進してくださいねと。もうデータベースで、ネットでクリックすればですね、倉敷市、真備地区、あなたとこは地域包括支援センターはよく頑張ってるから元気な高齢者多いと、要介護者の出現率は低いですよというのを褒められるか逆に叱られるかということは数字で出てくるわけですね。もう出てるのを見える化しようということだと思う。で、2番目にですね、要するに分け隔てなく人と人とのつながり重視、地域づくりというキーワードなんですけども、そういった地域に活動的な通いの場を充実させるような取り組みの方が結果として二次予防事業対象者を含めたより多くの高齢者の参加につながっている実態を踏まえ、効果的効率的な介護予防を推進する観点から、一次予防二次予防という事業の区別をせずに地域の実情に応じた運営ができるように、見直すべきではないかと。地域の実情に応じてやってくださいと。で、これから要支援者ももう実情に応じて、各市町村が知恵を絞ってやっていただきたいと。予算はそんなに使えませんよというふうなことです。で、3点目のリハビリテーション専門職は大いに活用してちょうだいねということだと思います。で、この2点目のですね、地域に活動的な通いの場を充実させる、いわゆる地域づくり
そこに元気な高齢者もボランティアとして参加する、運営に参加するというふうなことをやってる全国の実践事例が出てまして、その中で親と思ったのが、総社市ですね、右下にあります。総社市の事例を簡単に読んで終わりたいと思いますが、どういうことをやってるかというと、徒歩の圏内、歩いて行ける距離、まあ小学校くだ、まあ小学生はたったたった歩いて学校に通ってますけどね、年寄りあんなに 歩けるかなと思いながら、元気な高齢者と要支援、要介護認定を受けている高齢者が一緒に行う住民運営の体操の集いが、公民館や個人宅いうのもあるね、個人宅で毎週1回開催されており、平成25年現在市内全域に110会場が誕生していると。で、徒歩圏内で参加できる、徒歩圏内というのがポイントですね。送迎いらないということを、もう十数年前から保健師さん中心にですね、行政の中に入った PTOT も関与してやり始めて、それが定着してきたと、まあ、ケーブルテレビ KCT だと思いますけどね。 で先ほどの見える化でも言いましたようにですね、このグラフですね、これです。このデータがもう全国各市町村各地域出てるはずなんですね。岡山県は全国の伸びのだいぶ上を行ってます。成績悪いです。でところが総社市はですね、この辺りから成果が出てきて、ぐっと減ってるところあるね。最近まあちょっと増えてますけども、全国平均には及ばないけども岡山県内では優秀ですよと、伸び率が抑えられてますよと、出現率がですね抑えられてますよというふうなことが出てます。というふうにですね、データを見える化しながらどういう取り組みがですね、効果を上げているかというのが分かってくると。で、まあ、私どもの通称の上の中で参考になるのが、そういう、分け隔てなくということは一つのポイントだと思います。で、地域で徒歩圏内にこういう集いの場、体をみんなで体を動かす、で社会交流もできる集いの場をしっかり作っていくというのは、これ地域おこし支援センターの大きな役割だと思っておりますが、今はサロン活動でやってるんだね、サロンでやってるね。ということで、介護予防事業の中に、要支援に対する対策、要支援への給付がもう入ってきてしまいますので、今後どうなっていくかということになると思います。今日は以上です。